はい、皆さんこんにちは、エルニーニョです。で、今回なんですけど、今現在ですね、日曜日のね、12時28分なんですが、今回ですね、人生初、一人カラオケー。今までですね、家族とか友達とかとしかね、カラオケ行ったことなかったんですけど、ちょっと今回ね、一人カラオケっていうことで、早速行っていこうと思うんですが、バスがもうすぐ来ちゃうんで、準備して、ここで出て、バス乗って、行ってきやす。はい、てなわけでね、準備ができたんで、もう早速ね、ぶっ飛ばしていこうと思います。一人カラオケ。行ってこう。マジで来ちゃった。ということで、今から一人カラオケを楽しんでいこうと思います。めっちゃ気まずいんだけど、なんか友達と来てるより気まずいんだけど、ちょっと死んで。学生証忘れてですね、一般料金で突撃するという神プレをかましたわけなんですけど、ごめんなさい。歌ってたら店員さんが取ってきました。めっちゃ気まずい。おかしい。クソでかいコーラが届いたんで。あ、じゃあこれストロー飲んだ方がいいかな。はい、てなわけでね、無事に行ってまいりましたよ、一人カラオケ。いや、もうね、楽しすぎた。普通に人生初だったんだけど、バカ楽しかったですね。はい、シンプルにクソ楽しかったんで、帰り道にですね、せっかくの休日ということで、スターバックスに突入したいと思います。ということで、ただいまということですね。はい、一人カラオケ。まあもう休日を満喫してきたと、いったところでしょうかね。はい、休日をもう存分に楽しんできました。いやね、一人カラオケ行ったんだけど、ガチで楽しかった。うん、今までほんと友達と家族としか行ったことなかったから、マジで、新鮮で超楽しかったです。よかったらみんなもね、一人カラオケ行ってみてください。でね、これスターもね、ちょっと買ってきちゃったんだけど、ちょっとね、たまには贅沢してやろうということで。ちなみにこれカフェモカ買ったやつなんですけど、店員さんがマジ噛みすぎた。お兄さん、店員さんの超笑顔が素敵なイケメンなお兄さんがね、もうめちゃめちゃ噛み対応してくれて、もう、飛んだ。で、それでね、もう店の中にいる店員さん全員めちゃめちゃ愛想良くて、本当にね、神でした。皆さんもたまにはね、こういう風に休日を満喫してみてはいかがでしょうか。あ、俺受験生だった。